リポソームシリーズに10月待望の新商品が登場いたします。ビューティーコンサルタントのマイです。コスメデコルテを代表するリポソームシリーズから唇用の美容液が登場いたします。本日はその詳細と改めてリポソームシリーズの魅力についてご紹介いたします。コスメデコルテを代表する美容液リポソームアドバンストリペアセラム、1992年に初代が発売され、瞬く間に人気が広まり、導入美容液の先駆けとなり、2021年にリニューアルし、発売後わずか13ヶ月で累計100万本を突破、ベストコスメを計145巻受賞し、美容液として全国百貨店売上1位を独走し続けている大人気の商品です。人気の秘密は長時間の保湿を叶える多重層バイオリポソーム、美容成分を贅沢に抱え込んだ玉ねぎ状の層が幾重にも重なる多重層構造で、外側からじっくりほどけることで長時間潤いと美容成分を届けるのです。美容液に続いて、睡眠不足でも3時間多く眠ったような肌へ導くナイトクリームと、瞬時に潤いを補給するアイセラムが発売され、どちらもまたベストコスメを多数受賞。リポソームはコスメデコルテを代表する大人気のシリーズとなりました。そんなリポソームシリーズに10月待望の新商品が登場いたします。それがこちら、リポソームアドバンストリペアリップセラム、唇用の美容液です。特徴は唇のための多重層バイオリポソーム、顔印象を左右する大切なパーツでありながら、肌と比較してバリア機能が弱く、デリケートな唇の素の美しさを立て直すために、唇用多重層バイオリポソームが開発されました。肌とは違う構造の唇用に最適にアレンジされた多重層バイオリポソームを配合、約 0.1 から 0.3 ミクロンの超微細サイズの唇用多重層バイオリポソームが少しずつほぐれるように唇になじみ、潤いを逃しやすく、常に乾燥、荒れのリスクにさらされている唇に瞬時にアプローチします。唇の隅々までモイスチャー成分を瞬時に届け、ふっくらとした張り、弾力を与え、縦じわも目立たないつるんと滑らかで艶やかな唇本来の美しさを目覚めさせるのです。また体温でとろけるように伸び広がり、唇に心地よく溶け込むような独自のテクスチャーも実現しました。朝、日中、夜のお手入れはもちろん、少量を口紅下地として、またはたっぷり塗布して夜のリップパックにもご使用いただけます。同じシリーズでありながら、目的に合わせて独自のテクノロジーを持つリポソームシリーズの共通点と違いを改めてご紹介いたします。まず、リポソームアドバンストリペアセラム、全方位から立て直すリペア美容液で、肌の土台に着目し、肌そのものになり変わるように溶け込む多重層バイオリポソームを一滴に一兆個配合、潤い、毛穴、張り、艶、キメ、乾燥小じわなど、あらゆる要素にアプローチします。夜の集中リペアを叶えるのがリポソームアドバンストリペアクリーム、こちらは夜間の肌の修復機能に着目し、夜用のナイト多重層バイオリポソームを開発しました。翌朝の肌に押し返すような張りと輝くツヤが目覚め、ぐっすりと眠ったような満たされた肌へ導きます。目元特有の肌悩みに着目したのがリポソームアドバンストリペアアイセラム、角層が薄くバリア機能が低い目元の皮膚特性を見つめ、肌にもともと存在するバリア機能である人型セラミドを取り込めたカプセル、ナノバイセルを開発、多重層バイオリポソームとナノバイセルのダブルカプセルに成功し、
皮膚が薄く疲れ、エイジング症状が出やすい繊細な目元を集中リペアします。どちらも同じリポソームシリーズで長時間の保湿を叶えながら、それぞれパーツや目的に合わせた最適な肌効果を実現。今回ご紹介したリップセラムで、ぜひ唇にも最高のスキンケアをご体感ください。最後に以前配信した動画にいただいたコメントにお答えいたします。40代以降の方におすすめのベストコスメを紹介したショート動画にいただきました。シンプルケアはとても魅力的ですよね。リッチな保湿感を感じながらも肌なじみが良く、ベタつかない心地よい感触です。ライフスタイルや肌悩み、季節やお手入れ環境に応じて必要なアイテムを工夫して取り入れながら、日々のお手入れでご愛用いただけましたら幸いです。本日は新しく登場するリポソームアドバンストリペアリップセラムについて詳しくご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。発売は10月16日、気になった方はぜひお試しくださいませ。最後までご視聴いただきありがとうございました。